はい、どうも気まぐれトリップです。はい、どうも、おはようございます。おはようございます。はいいんですけど、はい、ここは、はい、どこでしょう。ここは、はい、アリソン沼熊、沼熊にある道の駅です。はい、ちょっと来たことなかったんですけど、はい、ちょっと何のためにここに。はい、今回ここに来てもらったのは、はい、アリソン沼熊の美味しいものを食べてもらおうかと。ありがとうございます。グルメということでよろしいんですか。そうですね、あなたの大好きなグルメです、はい、やったね。じゃあアリストで美味しいものを食べて帰るっていう、うんうん、ここで食べて、はい、他の道の駅のご当地も食べてもらおうかなと思います。他の道の駅のご当地、はい、食べれるは食べれるってこと。食べる、用意してくれてる。食べていただける。用意してくれてる。用意はしてないこれから、はい、道の駅さんに用意をしてもらう。集めてくれて私食べるだけとかじゃなくて、食べに行きます。広島県にある、道の駅、はい、全20カ所、はい、2日間で回ります。はいはい、回ります。これから、はい、行けるのか。行きます。どこにあるんだ。どこにある。ちょっと地図ご用意しましたんでご覧いただきましょう。まあ準備がいいことで。そうなんです、実は持ってきました広島県道の駅、はい、制覇の旅ということで20カ所あるんですね、道の駅が。そうなんです、実は20カ所あるんです。すいません、8番とかちょっと5番とかってまあね、今ここなんで7番なんです。はい、ここからスタートしていきますんで、はい、7、うん、まず1番に行くんですか。いえ違います、行き方ももう決めてます。行き方も決めている。はい、道の駅、はい、抽選のアプリですね。はい、アプリ、はい、こんな感じになってまして、はい、抽選を押すと、はい、ランダムで1から20の数字が出てくるので、はい、もう出たところに行きます。運任せ。そうです、もう抽選の神様に全てを委ねます。ちょっといいですか、もう一回出していいです、はい、これ、はい、例えば、はい、今7、はい、から、はい、運悪ければ8っていうこともあるってことですか。もしかしたら17と、しかも2日間、うん、そうです、効率よく行きたいね。そしてまあ、はい、あいにくの天気は雨ということなので、はい、はい、ちょっと運転が大変なんですが今から行きます、はいはい、まずは、うん、ただ食べよ。そう、まずここで食べるよ。何食べる。沼熊のご当地も今回調べました、うん、はい、はい、特産物ぶどう、海産物、あ、両方好きですよ。まあまあでも海産物ってあるよね、うん、わかめだったらどうしよう。わかめだったらもうわかめご飯、ポン酢でわかめです。うん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 、
まあまあまあ何にしてもね、ちょっとまずは入ってみて、アリス行ってみましょう。はい、アリストです。この辺だって、この辺気になるね。一旦入りましょう。はい、お買い物終わって、はい、帰って来ました。うちらの、はい、スグルさんセレクト、はい、メマクマの名産品ちくわ。ちくわわかるかな、うん、いただきます。はい、これがねついてるからかじりつくタイプで、あ、おいしい、おいしくちくわいただきました。ありがとうございました。くじを引いて次このうちのどこに行くのかを決めましょう。はい、どうぞ。はい、7番。ここやん、7番。ミラクル、超ミラクル、すげえ私持ってるね。じゃあ次の行き先を決めましょう。1番。はい、じゃあちょっと1番は小どこだ。1番、7番がここだから、あ、ここ目的地発表します。はい、はい、広島県1番の道の駅リストアステーション、庄原市総領町下領名産を発表します。はい、はい、鮎、こんにゃく、どっちかを食べるということですね。まあもしくは両方食べるという可能性もあるけどね。まあちょっとね行ってみたら分かると思いますので、そうですね、行ってみましょうか。はい、じゃあ30分ぐらい今走ってきますね。時間があるんで、はい、心理テストをしてみようと思います。父の日にネクタイをプレゼントすることになりました。はい、どんなネクタイをあげますか。 A 華やかな色と柄の派手なネクタイ、 B 落ち着いた色とさりげない模様のネクタイ、 C 紺、茶色、グレーなどの落ち着いた色の無地のネクタイ、D 白に近い淡い色の清潔感があるネクタイ。さあどれ。B。 B 落ち着いた色とさりげない模様のネクタイ。この結果であなたの人に対する腹黒さがわかります。B 落ち着いた色とさりげない模様のネクタイ選んだあなた、腹黒度 50%、 卒がない代わり情もない冷血人間、まあただただ冷たい普通の人っていうことが分かってもらえたかな、これで。私が普通の人、うん、まあ、だって 50% だし、もう 真人間だから正面突破でいくし、なるとほらやっぱ普通の人かなと思って。まあ今回分かったのは普通の情もない冷血人間っていうことが分かりました。まあ否定はしないよ、うん、だそうです。はい、否定しません。皆さんお気をつけください。気をつけください。近づいてまいりました。はい、残り 1.3 キロです。 1.3 キロです。じゃあちょっとおさらいしてください。ね、おさらい、はい、今から行くのはリストアステーション、はい、名産がこんにゃくと鮎、はい、はい、ドームが見えてきましたよ。到着です。ゴー。はい、総領庁1番目のリストアステーションです。
はい、じゃあね、同じく楓さんには、はい、名産の、はい、食べたいです、お腹すきました。そうですね、こんにゃく、あゆ、まあ、その他もろもろ、はい、食べていただくということで、はい、ちょっと見ていきましょうね。はい、はい、じゃあいきます。行ってまいりました。行ってまいりました。今回楓さんに食べていただくのはこちらじゃん、こんにゃくジャーキー、完全手作り、味付きこんにゃく2個分をジャーキーにしてるよって、あのお店のおばちゃんが教えてくれました。おばちゃん2人がかりで教えてくれたの、おすすめの、おすすめの物品だった、うん、こんにゃくのジャーキーってことだよね、うん、そうそうそう、日本酒とかもねたくさん売ってたんで、なんだったらちょっと買おうっていうのもありだったんですが、飲むのっていう一言でちょっとなしになりました。飲むのって聞いただけじゃん。はい、どうですか。はい、ちょっとじゃあ、はい、ほんとこんにゃくのジャーキーいただいてみますね。じゃあ、はい、うん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 、どうですか。濃いめの味付けで、うん、一つ食べたんですけど確かに味が濃い、うんうん、なんか牛すじと煮込んだ、うんうん、あのこんにゃく自体をジャーキーにしてるっぽい、うん、確かにあのビールを飲みながら食べたいかな、うん、個人的にはあり、うんありだね、うん、続いて、今が1番ですね。いやー狙いたいのー、7から1番に来て、では行きましょう、第2回抽選です。抽選、まさに激走のちょっと聞いてのコーナー、一旦ちょっと止めますね、時間がないんで皆さんまた後で、はい。